バンティのガリレオを描いた歴史画、クリスティアーノ・バンティはイタリアの画家である、マッキア派の画家の一人である、トスカーナ州ピサ県のサンタクローチェス・ダルノの資産家の家に生まれた、シエーナの美術学校で学んだ。はじめは、新古典派のスタイルで歴史画を描き、イタン新でのガリレオを描いた作品が知られている。1854年にフィレンツェに移り、 フィレンツェの芸術家たちの溜まり場であったカッフェ・ミケランジョロを訪れるようになり、テレマコ・シニョリーニの影響を受けてマッキア派の理念に傾倒するようになり、自らの代表作であったカリレを描いた絵を不名誉な作品として否定するようになった。他の画家に比べて経済的に恵まれていたので、セスト・フィオレンティーノのマントルソリーやプラート県のマンティメルローの自分の別荘に友人の画家たちを迎えた。 シニョリーニア・ヴィンチェンツォカビアンカとリグリア海に面した港町ラスペツヤに社生旅行を行った。美術収集家としても同時代のシルベストロ・レーガやジョバンニ・ファットオリ、ジュゼッペア・バーティ、アントニオ・フォンタネージといった画家の作品を収集した。1861年にパリに出てバルビゾン派の画家コンスタント・ロアイオンやジャンバティスト・カミー・ユコロウに学び、イタリアに戻った後も トスカーナの村、カステル・フランコ・ディ・ソプラで制作を続けた。1875年に再びパリを訪れ、1879年と1887年にはロンドンを訪れた。1870年にパルマの展覧会の審査員の一人に選ばれ、1884年にフィレンツェの美術学校の教授となった。1904年にモンテムルロで亡くなった。 バンティのコレクションはなくなって10年後に競売にかけられ、参入した。ありがとうございます。